こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。次期戦闘機開発が動き出す中、やはり国産ステルス戦闘機への期待は高まります。そんな中、構想は最新兵器など搭載検討されています。米国からは F-22 と F-35 戦闘機を合わせた日本版 F-3 ステルス戦闘機の打診もあったが、日本側はあくまでも純国産にこだわっている。この F-22 と F-35 の戦闘機は F-57 と言われています。幻の F-57 では、詳しく話していきますね。2020年7月末日の記者会見で、河野防衛大臣は、現行の航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機、いわゆる F3 計画について、その進め方をシングルプライム体制で進めると発表した。このシングルプライム体制とは、戦闘機開発においてメインとなる。機体を担当する企業が全体を統括する方式のことであり、その傘下に、アビオニクスや機関部を担う企業が入ることとなる。航空自衛隊の次期戦闘機 F3 計画は、2035年頃をめどに退役する予定の F2 戦闘機の空白を埋めることを目的としているが、単なる同期の代替機に止まらない要素が開発に求められている。これは、現行の F2 戦闘機は、その用途として、主として、対艦、対地攻撃を担い、対空任務は、F-15J 戦闘機と区別され運用されていたことと異なり、その全てに対応する多目的戦闘機であることが大きな違いだ。すでに、航空自衛隊で配備が開始されている最新型の F-35A ライトニングに、戦闘機もこの点は同様であり、単なる F-15J 戦闘機の代替機として以上に、多目的な任務に対応可能な戦闘機とする方針となっている。こうした多目的戦闘機のことを、マルチロール機と英語では呼んでいるが、現在の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2や、以後の第6世代戦闘機と呼ばれる機体では、定石となりつつある要素だと言える。さて、今回のシングルプライム体制による次期戦闘機 F3 計画の推進が打ち出されたことを受け、現実にそれを担い得る日本の企業はといえば、実質三菱重工業一択しか選択肢はなさそうだ。この正式な決定は2020年末までに行われる予定とされているが、これまでも F-15J のライセンス生産などを手掛けてきた三菱重工業が、この座を獲得するのは前述通りほぼ既定路線とみて間違いないだろう。次期戦闘機 F3 計画は、退役する F2 戦闘機が約90機程度につき、少なくともこれと同程度の機体数を生産するものと見られるが、どこまで日本の独自開発色を反映させられるのかが注目点となる。ちなみに、現行の F2 戦闘機開発においては、機体本体を三菱重工業と、防衛省、機関部をアメリカの GE、レーダーやセンサーなどを三菱電機と、いった具合に個別に契約する方式を採用していた。
この F2 戦闘機の開発に際して日本側が痛感したのが、同機は最終的にアメリカの F16 戦闘機をベースとした開発となったため、コアな部分の情報についてアメリカ側に非開示とされた苦い経験だった。これは F2 戦闘機を航空自衛隊の望む仕様に容易には変更できない現実が日本側に突きつられたこととなり、あくまでアメリカの仕様に航空自衛隊側が運用を合わせるざるを得ないことを強いられたといえる。そのため、今回の次期戦闘機 F3 計画では、日本の望む独自性を追求するために、あくまで日本側が主導するという形でのシングルプライム体制に決定したものということができるだろう。ただし、すでに現行の第5世代戦闘機においても、戦闘機の性能の優劣は、その機体が搭載するアビオニクスによっていかようにも左右されてしまうことを今一度押さえておかないと危うい事態となるのではと思われる。これは新型の戦闘機を予算的にも導入できない小国や多数の既存機を持つ日本を含む国々でも行われていることだが、アビオニクスを最新のものにすることである程度は再戦力化が可能だからだ。今回の次期戦闘機 F3 計画には前述以外にも IHI、川崎重工業、富士通などの日本企業、ロッキード・マーチン・ボーイングなどのアメリカ企業、イギリスの BAE システムズなどの参画が見込まれている。そうした中でアビオニクスを担うのは、どうしてもアメリカやイギリスの実績を積んだ企業の技術に優位性があると思われ、こうした企業がどこまで日本に便宜を図るかに大きな比重がかかるだろう。日本の IHI もすでに XF-9 など小型高出力の機関部の試作までは終えており、三菱重工業も実証実験機新進でステルス素材や機体製造の基礎部分の開発素地は待ち合わせてはいる。しかしこれらを組み込んで実際の戦闘機として完成させていくには、アビオニクスとそれらを機体全体の機能として統括制御するインターオペラビリティが必須であり、日本はこの部分に課題を感じる。さらにこれから実用化されるいわゆる第6世代の戦闘機としては、自律飛行型無人機の完成能力やレーザー兵器などへの拡張性も期待したいが、いずれも日本は出遅れている分野であり、楽観視はできないだろう。イギリスを中心とするテンペスト、フランス、ドイツが進める FCAS など第6世代戦闘機へのアメリカ以外の西側各国の取り組みの中で、次期戦闘機 F3 計画のスケジュールが最も早く目が離せない。